はいどうもドンドロです。はいエデンです。今回はですねポケモンガードの動画なんですけれども、はい、今回はちょっといつもと違う動画ですね。というのをまずはじめに皆さんにお礼を言っておきたいと思いまして、はい、この度ですねダンノウラチャンネルがめでたく登録者5000人を突破いたしました。ありがとうございます。長い間ね、はい、お付き合いいただきまして本当にありがとうございますですね。はい、で元よりですねかねてから5000人突破したら何かやるからって言ってたので、今回ちょっと新しいことに挑戦してみようかなと思いまして、はい、今回やるのはですね、名付けてポケモンカードドラフトといったものになっております。ドラフトっていうのはどういうものかっていうと簡単に説明しておきますね。カードゲームでたまにドラフトっていうのをやる時があるんですけれども、簡単に言うと、なんかパックを用意してそのパックを開けてそのパックから出たカードだけを使って対戦をしようっていうゲームですね。なるほど。これが結構開封も楽しめるし対戦も楽しめると結構好評で、いろんなカードゲームでやら結構試されてますんで、今回はそれをねポケモンカードでやっていこうじゃないかといったところですよ。新しい活動を吹かせていきましょう。いいっすね。はい、今回ですね、開封するパックは準備ですか？はい、こちらになってます。で、ちょっと外の袋だけ剥いちゃったんだけど強化拡張パック、これを1ボックス、エデンさんと僕で、ランダムにこう振り分けてこの中のポケモンと、カードポケモンとか顔かのカードを使って、対戦を取っていこうと思います。はい、でですね、さっきこの1ボックスを買ったら未だにもらえたんだよ、ハウキュン。ハウキュン、ハウキュン。なんで今回は勝った方がこのハウキュンを獲得できるということで、ハウキュン争奪戦、ハウキュン争奪戦が全部増えてきましたわといったところでですね、はい、で詳しいルールについてはこの後また、説明したいと思いますね。一旦こちらカットしましょう。はい、それではポケカドラフトをスタートです。イエーイ。はい、じゃあ今回やっていくポケモンカードドラフトのルールを、詳しく説明していこうと思います。こういうの最初に説明しておかないと分かんなくなるんでね。まずはじめにこのパックちょっともう箱だけ開けたんですけれども、このカードをどういう風に配分していくかっていうのを説明しますね。まずお互いに1パックずつ取ります。で、このパックをお互いに開けて、相手に見えないように5枚見ますわな。はい、で見たらその中から自分が欲しいカードを1枚取って、で、残りのカードを裏向きにして相手に渡します。で、渡されたカードを見て、その中からまた自分の欲しいカードを1枚取って、で、それを相手に渡す。これを5枚のカードが全部なくなるまでやりまして、で、お互いにカードが全部なくなったら、新しいパックをもう1パック開けていくと。はい、で、これがパックが全部なくなるまでやっていって、最終的に自分の残ったカードを、自分の 手元に残ったカードを使って、デッキを組みます。はい、で、ポケモンカードって、ポケモンだけじゃね、デッキが組めないんですよ。エネルギーカードが必要だと思うので、今回はですね、こちらの基本エネルギーに関しては、まあまあ自分で用意して使っていいと。そうね、増えたねポケモン9種類だね。そうね、映ってますよいしょ、映ってる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 、オッケー。草だけ光ってるけどこの基本エネルギーとあとこちら、はい、サン&ムーンの3種の神器、3種のサポート、はい、このカードだけは採用していいですよ。リーリーハウククイハウ、はい、ここのカードだけは、自分らで別途用意して使っていいですよっていうことにしますね。はい、はい、で今回はカードの枚数の都合上ハーフデッキで対戦をしたいと思います。はい、はい、といったところで、まあ大体分かったかな、多分こんな感じで分かると思うけど、流れで、あとはそうね、じゃあお楽しみのパック開封タイムとやっていきましょう。ドラフトしていこう。はい、お待たせしました。はい、じゃあ運命のカード振り分けタイムですよ。開けましょう、開けましょうこれで割と勝敗が決すると言っても過言ではないんで先行後攻で、じゃあまず1泊目いきます。はい、開けますよ。いきますよ、開ける開ける、絶対いると思ったはいっと、はいっと、でこれは見ていいんだよね、自分は。これは自分は見てよくて、こんな、ちょっと待ってください。映ってる、あ、映ってるね。こんな感じになってます。どうぞ。こっちの文字はこんな感じっていういいかな、大丈夫かな。うん、オッケーオッケーオッケー。これ一枚、これだなあ、まずまずこれを取らないとダメだね。はい、どうぞ。はい、どうぞってね。はい、なるほど。ポーカーフェイス、ポーカーフェイス。なるほどね。はいはいはい、はい、いや、これは普通にここでここだね、ちゃうでしょ、これで。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。よしよし、なるほどね。はぁ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 、これだったらこっちかな、はいはい。で、最後にこうかそうかな。はい、はい、まあですから基本最後に渡すのは、まあそうね、こうなりそうかなっていうのは、はい、じゃあ続いていきましょう。2パック目です。普通に1パック開けた感じの、そうねまあまあまあ結構、あ、もう最強カードいっちゃったから結構いいとこもらえたかもしれないよこれよいしょ、よいしょ、はい、はい、しらり、あ、悩むねこれ。はい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 、こっちからしようちょっとどんな感じっていうのちょっと、あ、これ悩むね。そこ行くかってのは
あるけど、まあまあここでしょう。もうラッときます、ここは。はい、はい、どうぞ。これか。お、強引きしたかな。はい。渡されたよ。ちょっと待って。そう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 。何取ったか忘れるんだよ自分が。ああま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 あ。ワンション。こっちだな。なるほどね。はい。はい、取れよ。何の話。待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。さあ、はい、あの子はどこにいるんでしょうか。ここかな。はい。はい、お、いなくなってんじゃん。絶対あいつ気に入れねえから。はい。あといくつだ ?2、4、6 だから、7ぐらいか。楽しみもらい受け。なるほどな。大丈夫これ普通にこの箱あれやない？しょっぺー箱かもな。はい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 。まあここしかないよな。リリース。はい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 。といったところで、はい、一応分け終わりましたけど。まあ、こっから選べばいいか。使うカード選んでハーフデッキを組みます。はい、ここで分割がそれぞれできましたんで。最強も最強最強、あ、もう勝て、もうやばい、勝ちしかない、やばい、ハウキン僕のものになるから公認で勝てちゃうレベル公認で勝てちゃうレベルまあまあまあ、じゃあここらで一旦ちょっとお互いにデッキを組みに行きましょうかね。はいはい、お願いします。はい、お待たせしました、はい、最強のデッキできたんで、こっちのセリフだまあ、ルールにもある通り、サン&ムーンの三種の神器のリーリエ・ククイ・ハウ君は、まあ、2枚ずつまで、はい、ハーフデッキのルールに準じて入れていいですよ。で、基本エネルギーは、まあ、入れていいですよっていったところですね。です。
お互いに何のポケモン軸にしてるかってとこだね。大体でもあの辺取っとるんやなとか、あの辺入って、あーでもな結構主軸持ってる気がするんだよな。お願いします。はい、お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、先行で、はい、7枚やね。打点低いからさ、多分ライブラリアだと結構気にしなきゃいけないんだよね。ちょっと怖いね。そうね。ああはい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 、強い。前出しは強い。ここのここの俺は、うん、で、サイド3、サイド3枚だね、今回は。サーフはこのお手軽さがいいというのも、まああるのかな。ありますね、一理。ここに置いていけばいいかな。かな。よし、よし、じゃあお願いします。チラチラーン。おー、アロラッタ、1枚いきます。もう最強、ゼロエリ20は最強。サポート引いたぜ、ハウ。こんな山ほど3枚。1、2、3、楽しい、楽しい、平和やな。平和やな、楽しいやな。手張りを、手張りを後ろのナマコ節にして終わります。あーはい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 。あーはいはいはい。さあ、6、なるほどね。ゼロ目で動けるんでしょ、こいつ。そうよ。こっちからな、リリエ、はい、最初の番なんで3枚引きます。はい、10、1、2、3、真似させてもらうぜ、はい、なるほどね。ナンバーコブルシー。今回こいつがキーカードっていうか手にあります。じゃあ 0N で混ざってるんで、勝ちで20ダメージ、ね、はい、あ、ダメダメージ、はいはい。ゼロエネは強いな。そうね。しかも逃げエネゼロでしょ。うん。おい、やばいっす。はい、終了。はい、1枚引きます。うちも伊達に雫もね、採用したわけじゃないんですよ。出張り。で、泡を使います。10ダメージで。ポニョ1回投げて、思ってたら相手のバトルポケモン麻痺ですよ。はい。で、1回。そう。よいしょ。えい。うら、うら。ち。よいしょ、1枚いきます。はい、どうぞ。はいはいはい、なるほどね。これか。むずいな。あと HP が40か。なるほどね。オッケーオッケー。あいつククイって言うぞ。ククイ使います。はい、2枚引きますね。はいはいはい。お、来た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 。ひどいでベンチに出して、はい、超エネルギーをひどいで見つけた上で、じゃあかじるで20にククイにプラス20で40ダメージで気絶気絶します。最強かよ、ククイ。あ、アモゴブチ出します。1枚引きます。よいしょ。はあはあ、一応ベンチ増やしていこうかな。ウソッキを出せます。特性、道を塞ぐでベンチに出せるポケモンが4匹まで、はい、で、手張りをウソッキに全部やって、倒せるかもしれないからね。で、1回でもいいんでしょ。連続転がり使います、はい、よいしょ。やりますね。あ、表出ました。いえいえ、はい、1枚出ます。さあ、こっからよかろう。以上いきます。はい、どうぞ。これかお前いいんか、連続転がり2回表出たらお前死ぬんやで。とりあえずじゃあ手張りをひどいでにして、はい、俺はなんとこのカードを引いていたんだ。ひどいで。さっきチラッと見せたんだけどね。違う違う。そしてこの最強カード、ハイパーボールを捨てるのはハウと、あと1枚はいいな、ハイパーボール引いたの、うん、もう最強。この箱ハイパーボール入ってないと思うなって思ったら、そういうことか。うん、まあそうよ。砂場を持ってきます。はい、で、カットお願いします。じゃあ選手出すよ。はい、じゃあ、これ打つのかな。どうする、どうする。宣伝をするかしないかでお前の面を分けするぜ。連続転がり、俺もコイン投げたい。おい、2回出したいんだけど、やりますね。おい、1枚いきます。ダメだ、ダメだ。山札を圧縮するのは何もハイパーボールだけじゃないので、踊り踊りハイタルダンス。なるほどね。なんかいらねえんだよな。水エネを2枚で。ドラフトかやと、やっぱこういうカードでも圧縮できるだけで強いからな。そうそうそう、圧縮目的で使いますからね。どうしようかな。手張りを、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 踊り踊り。で、終わろう。これで使うの、どうしようかな、俺もな。ドヒドイで後ろにいるんだよな。壁、終わります。どうぞ。これか、よいしょ。じゃあどんどん育てちゃおうかな。ハウで、はい、3枚引きます。1、2、3。まだ引けんか。通りね、ここに手割りして、じゃあ連続転がりで、はい、そう、やめろ、俺の肉液を。もて、1回目、もう1回出したらこっちに止まる。やりますね。うい、飛び出す中身ダメか、6個のする。なんだよ。出すわ。アルサイド、もう1枚。そうだよ、俺なんか落ちたっけ。あ、コラッと落とされたのか。ドリドリ出します。もうドリドリでしかないっしょ。1枚いきます。下りなんてないんだよな。ベンチにアブソブ出すよ、はい、で、
100か。あ、ダメか。アブスに手張りして、ドリドリに出します。よいしょ。じゃあ、イライラしてるあの人かわりに出して、はい、はぁ、あ、1で足りなかったか。マルチスキル。おこのエネルギーを前にやる。これで、技破滅の知らせを使います。エネルギーをすべて手札に戻して、うん、次の相手の番の終わりにこの技を受けたポケモンを気絶する。これ俺の勝ちじゃね。あ、ロシェルターあったわ。でも次の相手の番だから多分使った。雪山ポイズン使えば俺の勝ち。なるほど、ね、ロシェルター使えば俺の負けだから普通にエネついたら負ける。超エネねないんだよ。おおワンちゃん。なるほどね。エネさん未来予兆使わなかったことを後悔しな。GX さんとドシェルター GX 150ダメージで強い。ありがとうございました。え、なんか面白かったんだけど。なるほど。え、そんな効果俺当たってないから分かんないんだ。いいね、破滅の知らせ惜しかったよ。なかなか惜しかったね。メインのカーポケモン当たらなかったやろ。でもそうね。何ね、この子。なるほどね。手札にいたんだよな。まあ、種引けんかったと。そうそうそう。まあまあまあ、でも面白い。そうね、面白いね、いろいろ。うん、これはなかなかありだね。これ強いし、これ強い。悪最強なんじゃん。一旦切りましょう。はいはい、お疲れ様でした。はい、お疲れです。じゃあ僕の勝ちなんで、このハード SR はいただきますね。ありがたく。この辺の試合はまた考えよう。はい、いや、一進化のね、ドリドリ GX がマジで使いやすかったっ。一進化の GX やからね。仕方なかったもん。ドラフトだと二進化きついもんな。二進化いるやん。ここのこの、見て、ニャビー不思議な目が青がいっていう美しいラインが揃ったんだけど、いや、ドリドリでしょって思って。まあ、一進化やもんね。そうね。早いもんね。こんな感じ。こんな感じのが来ました。で、ダブル R が。この箱これね、かなりしょっぱい。僕見てないからね、言ったけど、最初。そう、俺、これ3枚見て、あれこれでエデンさん SR 引いてなかったら、これマジでダメなやつじゃん。ダメなやつだぞ。いや、どうでしょう。なかなかやってて面白かったね。こちらはすごい楽しかったです。そうね。開封動画、対戦動画、あーんって言って、ポケモンカードドラフトだから、マジで。いいっすね。なかなか面白いね。もっとこう、やっていきたい。やっていってもらいたい。そうね。もしあのこれがあの皆さんからのコメントとかで好評だったら、定期的に、じゃあお金はかかるんだけど大したことないから、うん、定期的にやろうかなと思ってます。ポケモンカードドラフトね、よろしければ皆さんもやってみてください。うん、あのパック開ける楽しさと、あとそこでそのカードだけで使うっていう新しい発見があるかもしれないんでね。個人的にすごい楽しかった。手軽に楽しめるね、お金さえあればって言ったところで。そうそうそう。はい、というわけでですね、なんならチャンネル5000人突破ありがとうございます。まあこれからもね、我ら二人ともちょっと大学終わって社会人になるとは思うんですけど、ということは終わっちゃうんですか。終わっちゃうんですか。終わっちゃうんですか。まあ休みの日にね、続けていこうと思いますからね。やったーっていったところで、これからも、私たちもね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。感じちゃった。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ところで、ではこの辺で終了したいと思います。また。